なんか一回テレビの収録で特殊メイクでタトゥーを消さなきゃいけないみたいな、エアブラシみたいなやつでシャーみたいな、なんか本当に消えなくなるんですよ。まあ全然俺そういうの抵抗ないから消したんですけど、なんか裸にされた気分だったっすね。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、高一です。タトゥーツアー、今日は俺の人生とともに刻まれたタトゥーを紹介していきます。高一、ファーストタトゥーはこの意味わかんないやつなんですけど、10代の時に安全ピンでやっちゃった系の、一応オールドイングリッシュの系をイメージしてやったけど、まあ超こんなんだっちゃったみたいなやつで、直してないですね。10代の時に僕いとこが2人いて、まあ2人ともタトゥー入ってるのも子供の時から見てるし、ヒップホップもいとこの影響で聞き始めて、2パックを初めて見た時にタトゥーの入れ方かっこいいなと思って、たのがきっかけかも。やっぱ腹じゃないですか、サグライフ。あの時代ならではというか、あのなんか隙間がなんかちょっと空いてる入れ方は結構サグいなみたいな、そういう感覚で入れていきたいなみたいなのはあったけど、まあ、気づいたらこんなになっちゃったみたいな。胸にこれ見上げすぞワールド2パックの曲であって、すげえ聴いてたんですよ。すげえ好きで、この曲、これはノリで入れたんですけど、このタイトルの曲をいつかやろうかなと思ってます。ちょっと悪い感じに、やっぱ10代の時憧れるじゃないですか。俺もあの典型的なそういうやつだったんですけど、なんて言うんだろうな、不良はタトゥーが入ってる、ヒップホップを聴いてるみたいな感じだったかも。デザインとかは結構割と彫る当日スタジオ行って決めたりとか。これはロケット、このロケット飛ばしたのはこの宇宙人に合わせてロケットみたいなの入れたらいい臭いみたいな感じ入れたんですけど、そもそもこの宇宙人もあの川崎に丸子橋っていう、あの東京と川崎にかかってる橋があって、その橋を入れて街並みを入れたんだけど、橋と街に見えねえみたいな話になって、橋と街に見せるにはどうしたらいいんだってなった時にこうなったっすね。これ岡本太郎、川崎の人、家の近所に岡本太郎の博物館みたいな地元のの方にあって、まあ、それ行く機会があって、その3日後ぐらいにタトゥー入れに行ったのかな。川崎レップみたいなノリで太陽の塔は入れたっす。ケーズアップ、川崎の先輩たちが川崎をアップするみたいな感じでケーズアップってみんな言ってて、なんかそれで入れたっす。あ、これは X ジャパンのヒデ、俺が一番好きなロックスター。これは割と最近っすよ、3、4年前とかじゃないですかね。曲とかもめっちゃ聴いてたっすね、昔。これは地球儀と北斎の何、なんか日本人っぽくていいですね。ゾットン・ザ・ウェーブの SNS のアイコンとかずっと北斎の波で、まああんまりそれは関係ないんですけど、でもそれで思いついたかも。でこれは World is Yours って入ってるっすね。今この背中ですかね、つい最近入れたんですけど、去年親父が死んで、で親父の顔を入れたっすね、背中に。もう入れたてでカサカサしてるっすよね、多分今。なんでこの写真にしたかっていうと、小学生の時に親が離婚して、そう、母ちゃんと住んでて、どうしても親父の印象が、親父が若い時、今の自分ぐらいの年の時ですかね、のイメージが一番強くて、なんか子供の時親父のことは超かっこいいと思ってたんで、若い顔を入れたいなっていう。背中だけはなんかすげえいい一個のでっかいすげえ意味あるものを入れたいなとは思ってずっと受けてたんですけど、自分が結婚とかして子供が生まれたらでっかくバンって入れたかったけど、そんな未来はしばらく来なそうだから、親父が死んだから親父入れたっすね。母ちゃんには新しいタトゥー入れて送んないっすね、別に。あ、この首の天秤はなんか整体にある日行った時に、姿勢が悪いですねって言われて、まっすぐ立ってみてくださいって言われて、まっすぐ立ててないですねって言われて、こう真ん中に天秤入れたらまっすぐ立てるんじゃねえかみたいな理由で入れたっす。まっすぐ立ててるっぽいですね。湘南になんかしゅんくんって人がいて、その人は結構やってくれてるっすね、最近は。とある横浜のタトゥースタジオにいたんですよ。俺そこたまたま行って、でそこで知り合ったんですけど、最初に行った時かなかなんかに、もう次の予約はもうその日入れるみたいな、だからたまたまっす、ほんとたまたまそうなってどんどん増えてったって感じですかね。はい、
どんなのでもクオリティ高いなって思ってて、これもそのしゅんくんなんですけど、お金のバラすげえ細かいんですよ。だからなんか彼気に入ってますね。亀が入ってて、亀飼ってるんですけど、これ亀が子供の時に亀の水槽の中にあった石の置物みたいなのがあって、それに乗っかってる亀、人の顔みたいなデザインの石だったんですよ。実際にこの石の上にこういう風に亀が乗ってる写真を撮って、これ入れてくれっつって入れたっす。この亀をゲットしたのは2016年とかかな、多分。こいつ下手したらなんか多分俺より生きんじゃないかなっていう説ありますよ。40年ぐらいだって亀生きるらしいですからね。そうですね、自分の犬ですね、これは。これは今のレーベルを立ち上げる前から入れてたっすね。セルフメイドって曲何年か前に出して、その時入れたっす。自分でレーベルやるってなった時にそのまま名前にしましたね。会社の名前というか、自分が思ってることとか音楽でも表現するし、タトゥーも一緒かなとは思いますけどね。まあ、意味のない曲は作んないけど、まあ、割とそのノリで軽い感じでこう作ったりもするし、背中のタトゥーみたいな、親父のタトゥーみたいな感じですごい思い入れのある曲もあるから、まあ一緒っすかね。タトゥーに対して偏見がある人、まあたくさんいると思うんですけど、別に俺らからしたら、俺らもまあ偏見持って誰かを見てるかもしんないし、あんま気にしてないですけど、どうなるのかの予想はなんかしてて、なんかやっぱタトゥー入れてる人増えては来てるじゃないですか。例えば俺とかが70歳とかになった時に、それが当たり前みたいな、日本のラッパーがみんなおじいちゃんになった時に、結構すげえやつ、すげえじじいいっぱいいんなみたいな、その時はもう偏見とかな、そういうなんか変なあれはなくなってそうな気しますけどね、俺は。例えば他の国とかってもっとタトゥーがポピュラーだったりするとこもあるけど、なんかまあ国によってなんか時差ある、なんか時間差でなんかいろいろ変わっていくじゃないですか。ウィードとかもそうだし、そんな感じじゃないですかね。なんか一回テレビの収録で特殊メイクでタトゥーを消さなきゃいけないみたいな、スプレーでエアブラシみたいなやつでシャーみたいな、なんか本当に消えなくなるんですよ。よーく近くで見たらうっすら見える、でもほぼ見えないです。レンズ越しじゃもう絶対にわからない。指とかも全部消したっすね。まあ全然俺そういうの抵抗ないから消したんですけど、なんか裸にされた気分だったっすね。俺のタトゥーどうだったでしょうか。俺の人生が、歴史が刻まれている話ができてめちゃくちゃ楽しかったです。高一でした。また会いましょう。